サザイスラエルの兄弟ポンと兄ちゃん、おる。俺がザ、遊びに来たよ。うんお前誰本当にがザか ?ID カード見せて。兄ちゃん、俺がザっちゃ。声聞いてわからんと。いや。 これぐらい誰でも変えられるやん。大昔やないんやけ。そんなん言ったら ID カードも誰だって作れるやん。意味なあ。お前アホやないいか今時のカードには遺伝子も入っとんぞ。また、そんな嘘言って。兄貴んち行くのに。 誰がカードとか持ってくバカか。ほんなら帰って。入れてやらん。別に相とないし。はいはい。出ました、強がり。めっちゃ寂しがり屋なくせに。素直になり。別に寂しくなんかないし。なんもわかっとらんねえ、あんた。ガザやな。 ガラガラガラ、扉が開く音。ほんでなんなん、用事は今忙しいけ、さっさと済ませて。はーい。いつもみたいになんかよわからん遊びに夢中なんやろ。しょもな。うるさいわ、お前よりはましっちゃ。あ、これか。なになに月に宇宙人がやってきたはあ。 アホクサー。お前さ、なんも知らんな。本当のことなんよ。笑えんちゃ。マジで。よう言うわ。兄ちゃん、騙されとるんやないそんなんありえんやん。いや、それがさ、俺も最初、そう思ったんよ。漫画やないんやけっち。そらそうよ。誰でもそういう野郎。そもそもさ、宇宙人って、 笑ってるさけ、そうやないよ。ほら、未け営、これ。おるやろ、ここに。宇宙人が。マジか。宇宙人やん、これ。ここは、嘘やろ、おったん。信じられん。なはさけ言ったやん。ほんとっち。えー どうしよう月におるんはまあい,いけどさ、地球には混んでほしい。たざくん。残念なお知らせです。もういらっしゃいます。地球にも。あ、そんなん聞いとらん。ちょっと、政治家なんしょん。テレビも。速報です。つい先ほど。 世界各地に宇宙人が現れました。彼らは何やら主張しています。タイミングいいな。俺がずっと調べよったん、わかっとんのかないやいや、マジやんこれ。こわ。こわ。ガザ君、大丈夫顔面蒼白やん。鼻水垂れとうよ。よだれも。つずづ、ほんであつら。 何を主張しようなんかいいよけど、わからん。ガザくん、兄ちゃん翻訳しようかちょっと、聞き取れるようになりました。マジで、兄ちゃん、すごいな。夢中で誰だけのこと、あるわ。教えて。やっと分かってくれたか。ほんなら、翻訳するわ。えーと、なになに二人は、 宇宙人の視聴に驚き、また、納得しました。さあ、一体、宇宙人は何と言ったのでしょうかあなたの答えを、このライブのアンケートに書いてください。オチは、君の心の中に、面白い内容を書いてくれた方には、特製、宇宙人の視聴ポストカードを、後日お送りします。ME13 年7月。 す日、オースバサコメディシアター、カザーイスラエル。